カデットオープンクラス今大会見事優勝を飾りましたのはゼッケンナンバー10番トレンタクワトロ名古屋松浦光成選手おめでとうございます。2番手にはゼッケン30番カートクラフト鈴木海里選手おめでとうございます。そして3番手にはゼッケン24番高木プラディング田中風紀選手、おめでとうございます。ですが残念ながら田中選手はもうちょっと、所用のため、ご帰宅をされてしまったということでございます。さあでは、優勝を飾りました松浦選手には優勝賞金3万円が贈られてまいります。プレゼンターヤマハの藤井様から3万円の賞金ボードが贈られていきます。そして2番手の鈴木選手にも賞金1万円そして3番手田中選手にも1万円が贈られております。さあ変わりまして上位、入賞選手にはそれぞれ青少のトロフィーが贈られてまいります。ここで入賞ドライバーをご紹介をいたします。4番手にはゼッケン44番チーム長尾中村海人選手そして5番手にはゼッケン21番原田カートクラブ加藤泰斗選手おめでとうございます。さあそれでは青少を受け取りました、入賞ドライバーそして、特別賞ですね、カデットオープンクラスに贈られます、特別賞デブちゃん賞は KBF 佐野勇気選手に贈られてまいります。はい特別賞のデブちゃん賞が贈られます。さあそれでは皆さんで記念撮影をしてまいりましょう。フォトセッションでございますので、どうぞ皆さん一段ずつ高いところをお上がりいただきまして正面のカメラに向かって、はい、記念撮影です。ではカメラをお持ちの方、カデットドライバーたちどうぞカメラにお収めください。さあそれではここで優勝を飾りました松浦選手にもお話を伺いましょう。難しいレースでしたが優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ね、今日はいろいろ天候にも、ね、左右されましたけれどもレース、難しかったですか。はい、ね、そんなレース見事優勝を飾りまして今の気持ちはどうでしょうか。すごく嬉しいです。ね、今日はこの、難しいレースということでまた、全日本の前哨戦ということも、ねありましていい、結果になりましたね。はい、ね、これでこの勢いで全日本も頑張ってくださいね。はいはい、ではその全日本に向けてそして今日レースを支えてくれた、皆さんにメッセージをお願いいたします。ありがとうございます。はい、優勝を飾りました松浦光成選手でした。おめでとうございました。さあでは上位2選手になりますね松浦選手と鈴木選手さあお二人で盛大に行きましょう。思いっきり振ってシャンパンファイト。さあ2人とも全日本に向けていい調子で乗り込んでいけそうです。はい、おめでとうございました。両選手のシャンパンファイトでした。